こんばんは、今晩初めて大悟さんへの質問を投げます。ありがとうございます。私の、性と、相性が合う、相性できるだろうと考えられる仕事。ごめんなさい、ちょっと日本語で何言ってるかわかりません。はい。私の性と、相性が合う相性できるだろうと考えられる仕事を具体的に教えてほしいです。ちょっともう日本がわからない。はい。AST、ワイスで、洞察性 IQ 92、言語性 IQ 120で、自分が興味あることは、水を得た魚の、ように、それこそ、マグロの泳ぐ持続性の、ように何言ってるかわからない。集中できるんですが、過去止まっても知りませんよ。過去俺。もうちょっと別に滑ってるからよくわからない。はい。興味がないものは、気の井のように、ごめんなさい、日本語を書いて気の井のよう、気の井って何やねん。はい、気の井のように、集中力が干からびてしまうというのが私の、佐賀です。佐賀だったんでね、これはね。私の佐賀と相性が悪い。ちょ、ごめんなさい。大河さんにこれから言いたい知識を、もうすごい難しいな。これなんて言うんだっけ、これ。これなんて言うの、これ。カラスにこの許すってこれなんて言うの、これ。これなんて言うの、ちょっと待って。ちょっと、言っていい、ちょっと。これね、わかんねえよ、この感じ。なんだろう。おこがましくで合ってる、これ。この感じ。あ、おこがましくで合ってるね。はい。おこがましくですね。はい。大悟さんにこれ言いたい知識、おこがましく、どこまで活用できるかわかりませんが、何これ。竹なんて言うの、これ。ごめん、ちょっと僕、漢字苦手なんで、竹なんて言うの、これ。竹何ない、おこがましいはわかるんだけど、竹何これ。竹竹って書いてはなんて言うのこれ。誰これ読んで。おこがましくはわかる。おこがましくの次は何これ。竹なんとか外資が来ない程度に、乱用したいと思います。あ、うん。そう、しっぺ返しって読むんだ、これ。勉強になりました。ありがとうございます。おこがましくは知ってたけど、しっぺ返しはちょっとわからなかったですね。はい。なるほど、ありがとうございます。ごめんなさい。でも一個だけいいですか？僕が漢字が苦手なことを差し置いても、日本語で何言ってるのかわからない文章を書くのはやめましょう。はい。自分と相性が合う合わないの問題じゃなくて、相性が合うものもこれは多分伝わらないと思うので、やめた方がいいんじゃないでしょうか。はい。っていう感じですね。何言いたいのか全くわからないんで、お答えしようがないんですけれども、自分の性格と合うような、仕事を具体的に教えてくださいと、いうことですね。で、今ちょっと ASD でとか IQ が92で言語最強120でみたいな書いてありますけど、まず文章力をつけましょう。文章力がない人ってあらゆる点で損をします。例えば、このチャットとか見てもわかりますけど、人が読めない漢字を使っても、人が読みづらい漢字を使っても頭良さには見えないわけですよ。てかむしろ読めないような漢字とかをわざと使っているのに、上の方文章めちゃくちゃなんですよ。で、こうすると何が言いたいかっていうと、もうわかるのは、自分が言いたいことを伝えるのがめちゃくちゃ苦手な人です、この人は。めちゃくちゃ苦手なんで、それをどうやって伝えるかってことを学んだ方がはるかにいいです。で、いい仕事を選ぶかどうかって、いい仕事ってほとんど偶然から来ます。特に、自分とは全然関係ない人間関係とかが伝わってくるので、人にわかる文章とか、人にわかる言葉を使えるようになるってことがすごく大事なので、まずは、言葉の勉強から始めるのがいいと思います。どの仕事に行っても必要になると思うんで、はい。